はい、どうも、テンプスアンプチャンネルの時間やってまいりました。テンプスアンプの土橋ゆきです。はい、本日ね、5月26日、 G2 川口記念の最終日ということで川口オートレース場に来てるんですけれども、はい、前回ね、前編、ご覧いただけたかなと思うんですけども、前編のね、までの1レースから4レースまでの収支がこちらとなっております。はい、なんとか、プラス域でね、中編に臨めるということで、なんとか、このプラスをね、もっと増やして後半とかにつなげられたらなと思います。ということで早速ね、5レースから8レースまでの中編、頑張っていきたいと思います。第5ですね。まあ、思想の見た目、山田徹選手はね、かなりよく見えたんですけども、山田徹選手はやっぱスタート遅いので、はい、でこの内枠の2社がね、ニットさんがスタート早いんでね、まずスタートに離されるのと、下手したらこの山田徹選手ね、まあ、田辺選手とかにスタートに叩かれる可能性があるんじゃないかなっていう感じがします。なのでちょっと頭はないのかなと思うんですけどもね、はい、まあ、思想はいいんで山田徹選手非常に怖いんですけども、まあ、ここはね、まあ、吉田浩二選手がインコースから先行して、で、まあ、塚本選手とかがまあ引っ張る展開になると思うんですけれども、まあ、1と2でね、まあ、後ろを抑えるような展開になったら、ここはね、佐藤雄一選手がインコースからゴリ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 とさばいて、頭まで届くんじゃないかと見て、佐藤雄一選手の頭でかわさせていただきました。はい、まあ、8の頭で1、2、3、4、6の前頭入れでね、いきたいなと思います。8、2とか8、3をね、厚めに買ったんで、はい、まあ、そこで決まってくれればいいのと、あと8、1とかね、来たので、ものすごい配当なんで、そこら辺を期待して、見ていきたいなと思います。さあ、ゆうじさん頼むよ。佐藤ゆうじさん、スタートしました。いやー、4残したか、吉田浩二、いや、壊れたか、まあ、でも、吉田浩二にしよう、か頭走ってるよ、ペース上がらないか、まあ、ユージさんがね、届くと思うけど、よしよしよし、田辺さん来てる、よしよしよし、頑張れ、6個、86、86でいい、86、86は熱いぞ、6入れ、6回とか、よしよしよし、ああ、そこ引くとまずいぞ、4の来ちゃう、4来ちゃうじゃん、6、じゃあ8、4の目になんないか。佐藤雄二が先頭、6伸びてねえな、山田の吉田浩二の佐藤から山田の枠に、3コーナーから4コーナーでは吉田浩二が3コーナーで来るようになっています。今6入ってこい、その後ろからコーナーで進む、6、6来い、届かんか、6、10m3 車の競り合い、6、頼む、これは大回りの C バネの4番の山田、6、福田裕二に吉田浩二、外から4番の山田、内側から5番の6、入ってこい、無理か、6つけんだよな、1、3、4か、はい、第5ですね。まあ、期待通り佐藤雄二選手がね、差し切って1着取ってくれまして、はい、8、3、4で、的中しました。はい、ありがとうございます。ね、まあ、やっぱ吉田浩二選手だとね、ペース上がらないんで、雄二選手とかがね、まあ、差し切るかなとは思ったんですけど、まあ、狙い通り、雄二選手が来てくれました。ありがとうございます。まあ、ということで、ちょっとね、その調子で、いい流れできてるんで、6レースも当てていきたいなと思います。
はい、第6レースね、まあ、人の見た目すごいちょっと柴山選手がねよく見えたんでちょっと大穴でになってみたいなという動きでしたね。まあ、展開的なねこの広瀬選手をトップスタート決めていくんじゃないかなということで、はい、まあ、ちょっと気力面ではね不安はあるんですけども、はい、広瀬選手トップスタート決めていけば十分にチャンスあるのかなと思います。ただ本当に気力面があんまり良くないのでね、まあ、そこはちょっと不安なんですけども、まあ、とりあえず広瀬選手の頭で4の2、3、5、6、7とで柴山選手の頭大穴で5の全然で観察していただきました。まあ、6レースねこれちょっと荒れるんじゃないかなということで手広く観察させていただきました。山本雅之選手とかもね非常に昨日からエンジン良くなってね、まあ、人の見た目も良かったんですけども、まあ、ちょっとハンデが厳しいということで、はい、でそのハンデねあんまりハンデがねちょっと厳しいのに、まあ、人気背負っているということで、まあ、ここはもしかしたらね荒れるんじゃないかということで、はい、ちょっと4と5に期待して買ってみました。はい、ということでね、6レース4と5に期待して見ていきたいなと思います。さあ4と5頼むよ。家が行くのか、めっちゃ遅れてる。まずい。いやちょっと5がいなくなるのはきついぞこれ。嘘だろ、嘘だろ。いいかどう、さあどうだ。ちょっと2番もう少し頑張ってくんねえかな。それ4人で行ってくんねえか。しばらく頼む。いやー頼むぞ。僕に刺されちゃうか4番。ちょっと車出てるんだよな4番最近。ああ入っちゃうか。6頭か。6、7かな。6、7まで行っちゃうか。さすがにこれは6、7、8。うん、なんだ。おー、外れた。あー、さあ、8が来ちゃったか。これは8が負けちゃうな。あ、だから6、8、7か。4番最高まで下がっちゃうのあれだ。まあ、6、8、7か。第7レース、ね、そう見たんですけれどもね、7号車の松尾彩選手がよく見えました、ね、あと松尾彩選手ね、記録面でもかなりいい状態なんで、まあ、掛川選手より先行して、ね、まくりまくりでいければ十分チャンスあるんじゃないかなと思います。であと押田幸男選手ね、今回戦も調子がいいですし、まあ、今日も思想もいいということでね、はい、十分チャンスかなと思います。であと高塚選手ね、思想40なんですけどもね、このメンバーの中では結構、はい、あの気力がいいなって思ってたんですけれども、まあ、思想41ということで、はい、逆にこれね、思想41ということでね、まあ、穴になるのかなっていう気がするんですが、まあ、自分はこのレース2と7でいきました、はい、2の頭で3567と7の頭で23568、はい、穴はね福村選手の2着、はい、まあ、インコースが先行してね、はい、ゴリ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 ね、3と4さばいてくれれば2号とかでも結構つけますしね、はい、福村選手の2着ぐらいにも期待していきたいなと思います。まあ、2号車、7号車がね頑張ってくれれば、当たるかなと思います。7ですね、見ていきたいなと思います。
さあ2度目だ。とりあえず2位が行った。よし、もう行け。5番行ってくれないかな。よしよし、5行った。5とかが来たらつけるんだよな。7はいいよ。あー、やべやべ、影屋さん来ちゃうか、まずい。うわ、まずいぞこれ。影川さん行っちゃったか。そうなっちゃうと7番逆転きついか。影川さん好きなんだけどな、今日やめちゃった。いや、ここ引いてくれればワンチャンあるぞ。7番まだこう引いてくれればワンチャンあるぞ。まだ可能性ある。素早く行け。松彩ちゃん、彩ちゃん頑張れ。俺、小川さんでもさせないのか。この人、皆さんも回るか。じゃあ来い、7番負けたか。4が4が抑える。おー、やめ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 、4はダメだよ。4はダメだよ。いや、4いっちゃったよ。4がいっちゃったよ。最悪。うわー、2は持ってない。第7ですね。まあ2位の頭だったんですけど、2着ね、勝手な4番が来てしまってちょっと外れちゃいましたね。247で42枚。はい、まあ、ちょっとね、牧野選手正直ちょっと2と3とか3とか突破できないのかなっていう思いで切っちゃったんでね、まあしょうがないですね。はい、8です。なんとか気を取り直して、周辺のね最後、締めて終わりたいと思います。8ですね。はい、その見た目ね、そうですね、まあこれといった選手はね、いなかったんですけど、まあちょっと4号車が少しよく見えたかなって気がします。はい、まあでもあと2号車の木村選手もね、そんな悪く見えなかったんですよね。で今回、まあ上がり46とか持ってるんで、もしね、岩田選手とかが行って抑える展開になったら、木村選手とかはね、すごい有利レース運ぶ可能性あるのかなと思います。で本田選手もね、インからスタート決めれば十分、まあそこそこの持ち時計あるんで、今日はチャンスがあるんじゃないかなと思いまして、1と2で行かさせていただきました。2の前前と1の2、3、4、ちょっとこのレースね、大穴狙いで、はい、行きたいなと思います。海を切ります。さあ、1と2に頼むよ。よし、お、2位だった。お、1位だったか。頑張れ、分からんだよ、3人分からんだよ、3人。よし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 、いやー、3人やらないんだよ。さあ、行かないのか。まずい、5が来ちゃった。これを見た吉田優也はまぐってコースをしました。4行ってないか。岩田はバイクを引いて、これはリスキーだ。外から8番の森田さん、2位頑張れ。もっと2番手を狙って吉田優也、残りは6周回。5が来ちゃったか。2番手では木村を捉えた吉田優也が上がりました。3番手に木村、4番手に相馬、中段5番手は6番岩田優也と森田優也。もう1か。前では相馬が少々遅れている。その後ろの行くのに追いつけている。うまく間を折るのか。残りは3周回、先頭の本田に追いついた吉田優也、その差は一車身であります。すごい近くだ。本田を見ながら吉田優也が1つ先頭だった。3番4番手に森田選手が上がってきています。森の追い上げはどうか。4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回、18まで行くのかこれ。吉田が先頭だ。3番手は木村の1人を巡っていく森田選手。待ってない、攻めちゃった。ちょっとタイヤが滑ってしまいました。3番手は木村の1人、4番手森田選手、さ
すが512だ、これは。いやー、512か。マジか。ここでインコースから切り込んで、森が3番手に上がった。しかし2番手まだ相当な距離が開いています。先頭は吉田、2番手には本田、3番手には堀田整備、最終交差に向かっています。今最終周回第4コーナー先頭で吉田優也が組み上がりました。吉田優也、今節8勝に。第8レースね、吉田優也選手の後の5位チャチで満車圏ということで、はい、まあ、ちょっと言っちゃったんですけどもね、まあ、穴開けてくれるんじゃないかなと思って買ってね、まあ、本田選手が穴開けてくれたんで、まあ、ちょっとそこら辺はまあ良かったかなと思います。ただちょっと外れちゃい、ただちょっとね、外れちゃったんで、はい、悔しいんですけども。ということで、5レースから8レースまでの、ね、中編ご覧いただけたかなと思うんですけれども、はい、終始はこちらとなっております。はい、1万ちょっと、1万5千円ぐらいの負けですかね。いや、まだまだ、全然取り返せる、額なんで、はい、後編、まあ、優勝戦とかも控えてますから、まあ、後編でね、ビシッと当てて、はい、なんとか取り戻していきたいなと思います。チャンネル登録。